公明党の石井啓一です私は公明党を代表して所信表明演説等に対し総理並びに関係大臣に質問をいたしますさっきの衆議院選挙で公明党は多くの国民の皆様からご支持をいただき引き続き自民党ともともに連立与党として政権運営に携わる重責を担うこととなりました11月1日に改めて連立政権合意を交わしコロナ対策 経済再生子育て教育支援をはじめ社会保障共生社会防災減災国土強靭化などに総力を挙げて取り組むことを確認いたしました国民党を約束した一つ一つの課題に真剣かつ着実に取り組み結果を出すことで国民の負託に応えてまいります今回の選挙結果を受けて決しておごることなく一層身を引き締めて謙虚な姿勢で 真摯な政権運営に当たらなければなりません。2019年末に世界で初めて新型コロナウイルスが感染されてから、間もなく2年が経過しようとしております。この間、我が国はワクチン接種の推進や治療薬の活用などを通じて、感染症に立ち向かってまいりました。痛みを伴いながらも、国民一人一人の湿舌に尽くし難い努力によって、新規感染者が全国的に大幅に減少するなど、 ようやく明るい兆しが見え始めております。一方で、欧州はじめ、海外諸国での感染再拡大や新たな変異株の発生によって、我が国への感染再拡大への懸念から、先行きはいまだ予断を許さない状況であります。まずはこれまでやられた経験や知見を生かしつつ、コロナ第6波への備えに万全を期し、コロナ禍の克服とともに、傷んだ経済を一日も早く立て直し、 経済再生を果たすすことが極めて重要ですまた、原油価格の高騰は、世界経済の大きなリスクであり、我が国の運送業や農林水産業をはじめ、幅広い分野への影響も大きく、経済再生の大きな足かせとなりかねません。加えて、硫黄島近海の海底火山の噴火による大量の軽石が、漁港や港湾、海岸へ漂着し、漁業や観光業、 離島航路ななどに対しして大きな被害をもたらしました、各地域の実情に合わせたた柔軟な対応も重要ですまた産業構造や社会構造の転換を促す脱炭素やデジタル化などの分野で成長戦略が実をぶすかも経済再生の鍵を握ります。このため予備費の活用や令和3年度補正予算案の早期成立と円滑な執行とともに来年度税制改正と 来年度当初予算の編成へとつなげ、予算を一体として捉えていくことが極めて重要です。改めて今後の政権運営とコロナ克服新時代開拓のための経済対策の狙い、円滑な執行について、総理の見解を伺います。以下、具体的に質問をいたします。新たな変異株への対応について伺います。 世界的に拡大しつつある新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株が国内において確認をされました。水際対策を徹底し、国内における変異株の拡散を防ぐことが喫緊の課題であります。現状では重症化のリスクやワクチン効果への影響など、明らかになっていない点も多くあります。科学的知見を集約し、それらを踏まえた対策を講じることが急務です。 また、オミクロン株を迅速に検知する監視体制を強化するとともに、第6波への備えを急ぐなど、対策が後手に回ることのないよう、政府には高い緊張感を持って対応に当たっていただきたい。新たな変異株への対応について、総理の答弁を求めます。3回目のワクチン接種と経口薬の普及について伺います。時間の経過と,とともに効果が減少すると指摘されているコロナワクチンについて、 3回目の追加接種を着実に推進することが重要です。2回目までのワクチン接種の経験を生かし、円滑に実施できるよう、国は自治体と緊密な連携を図っていただきたい。また国民の中には、3回目の接種による副反応に不安を抱いている人や、2回目までと異なるワクチンを使用する交互接種の安全性などに懸念を示している人も少なくありません。そうした不安や懸念を払拭すべく、 政府は国民に対して分かりやすく丁寧に説明することが求められております。さらにオミクロン株への対策として総理は、既存ワクチンのオミクロン株への効果等を一定程度見極めた上で、8ヶ月と待たずにできる限り前倒しをしますと表明をされました。ぜひ躊躇なく取り組んでいただきたい。一方で、公明党は先の衆院選におきまして、経口薬、飲み薬の開発、実用化についても重点政策として掲げ、 等を挙げて強力に推進してきましたそうした後押しもあり今後薬事承認されれば合計で約160万回分の飲み薬が確保されることとなりました飲み薬は患者が手軽に自宅で服用することができ重症化のリスクを減少させる効果が期待をされていることから今後のコロナ対策の切り札となりますただ発症からできるだけ早い時期に服用することが推奨されていることから コロナ陽性と判明した患者に対してこうした飲み薬を速やかにお届けする具体的な仕組みを構築しておかなければなりません三回目のワクチン接種の円滑な実施と接種時期の前倒し飲み薬の開発普及の促進について総理の見解を伺います自宅宿泊療養者への対応について伺います第五波では保健所業務が逼迫をし自宅宿泊療養者への健康観察や医療支援が 十分に行き届かかなななないい事事例がありりまましたこうしたたこう態をを二度と招かないと招の決意で対策を考えなければなりません政府が先月策定したコロナ対策の全体像において、感染ピーク時においても、すべての自宅宿泊療養者に陽性が判明した当日、遅くとも翌日に連絡を取り、健康観察や診療を実施できる体制を確保するとの方針が示されました。第6波への備えとして極めて重要な取り組みでありますが、 その役割を担うのは保健所だけでは限界があります。政府は保健所のみの対応から転換し、地域の医療機関等と連携をし、健康観察や診療を実施するとされておりますが、保健所と地域の医療機関等との連携を具体的にどう行うのか、総理の答弁を求めます。生活困窮者等の支援について伺います。新型コロナによる影響が長期化する中、特に生活が厳しい方々に対して、 給付金等の支援を速やかに届けることが重要です公明党は衆議院選挙の公約において、生活困窮者の生活を守る給付金の支給を検討することをお約束しました。今般の経済対策には、住民税非課税世帯に対して、異世帯当たり10万円の現金をプッシュ型で給付するとともに、厳しい状況にある学生等の学びを継続するための緊急給付金を支給することが盛り込まれております。 住民税非課税世帯に対する給付については、昨年の収入が非課税であった方だけでなく、今年に入ってから収入が減少して、非課税の水準に至った家計急変世帯も対象とするとされております。真に困った方を支援するために、困窮学生や家計急変世帯について、なるべく柔軟に認定していただきたいと思います。総理の答弁を求めます。 事業者支援につきましては、これまでも持続化給付金や月次支援金の迅速な支給を進めてまいりましたが、売上が半減に満たない場合は、支援の対象外となっておりました。そこで公明党は本年3月1日の衆議院予算委員会の場でこの問題を取り上げ、売上が3割減少した事業者等についても支援するよう求めてまいりました。補正予算案にはこうした事業者等も含め、地域や業種を限定せず、 幅広く支援を講じる観点から、事業復活支援金が盛り込まれており、評価いたします。足元では、感染再拡大への懸念など、先行きの不安感も増していることから、中小事業者等が安心して今後の見通しを立てられるよう、事業復活支援金の申請手続きの簡素化や、迅速な支給等に努めるべきと考えます。総理の答弁を求めます。 成長と分配の好循環を通じた経済再生を本格的に進めるためには、経済対策に盛り込まれたグリーン・デジタルなど、分配の原資を生み出す成長分野への投資や研究開発を着実に実行することが重要となります。コロナ禍からの経済再生に向けて、欧米等では、かつて我が国が世界をリードしてきた半導体や蓄電池への大規模な開発支援を進めております。我が国としても 経済安全保障や国際競争力強化の観点を踏まえつつ、国民生活や経済活動の基盤を支えるため、補正予算案には国内での生産基盤の確保に向けた支援措置等が大幅に盛り込まれております。今後はグリーン社会の実現に必要な電気自動車等の普及も一層加速することから、半導体や蓄電池の安定供給を通じて需要回復を後押しできるよう、 長期的な戦略を策定をし設備投資支援やサプライチェーンの強靭化等大規模かつ計画的に支援すべきです併せて我が国の強みであるものづくりを生かしつつ開発や供給等で再び世界をリードし脱炭素社会の構築をはじめ地球規模の課題解決に貢献できるよう研究開発や社会実装技術協力等に取り組むべきです 半導体や蓄電池の開発支援について、総理の答弁を求めます。デジタル基盤の構築は、安定的、持続的な経済成長を作り出すための重要な取り組みであります。令和3年度補正予算案には、公務党が衆議院選挙で公約に掲げた新たなマイナポイント制度が盛り込まれました。この新制度は、1人当たり最大2万円相当のポイントを付与する、消費喚起策としての役割だけでなく、 マインナバーカードの普及拡大策、さらにはキャッシュレス化を含む国全体のデジタル基盤構築に向けた効果が期待をされます。しかし、新制度にあたりましては、すでに健康保険証の利用登録をしている人は対象にならない、銀行口座に登録すると所得情報も抜き取られるなどという誤解や懸念の声も上がっております。 新たなマイナポイントについては、正確な情報を周知するとともに、いつからポイントを使うことができるかを早期に明確化し、地方公共団体による準備や運営に配慮すべきであります。また、ポイント終了後も、マイナンバーカードの利便性を実感できるよう、新制度を通じてキャッシュレスの拡大や、健康保険証などの利用拡大も併せて加速化させるべきです。総理の答弁を求めます。 コロナ禍に伴い、長年続いてきた東京局集中に変化が出始めております。総務省調査によると、東京都は昨年の5月、初めて転出超過が確認をされ、就職や進学,進学などの月を除けば、15ヶ月もの間、転出が転入を上回るなど、転出超過の傾向が定着しつつあります。これはテレワーク導入が進んだことが要因の一つであり、地方創生の着実な前進です。 転職なき移住を実現するとともに、引き続き地方への新たな人の流れを作り出すために、地方のデジタル化をさらに加速させる財政支援が重要です。その際、これまでのような設備の整備等だけではなく、運営費等の支援もできるよう、地方公共団体に寄り添った政策を講じるべきです。デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、地方公共団体のデジタル化への 一層の財政支援が重要です総理の答弁を求めます <laughs> コロナ禍の影響によって農林水産業も大きな打撃を受けておりますとりわけ水産業ではコロナ禍の影響に加え本年9月北海道でこれまでにない大規模な赤潮が発生をしウニやサケが量死する問題が起こりました迅速な原因究明とともに漁場環境の早期回復を図り 持続可能でで豊かな漁場を取り戻すすためめの対策が極めて重要ですまた、海底火山の噴火によって、沖縄県や鹿児島県、東京都の伊東など、各地の漁港に軽石が漂着をし、漁船の損傷やエンジントラブルなどの被害が発生しました。さらに追い打ちをかけるように原油の価格高騰による燃料費への影響など、漁業者にとって大変厳しい状況が続いております。 今後の風向きや潮流次第でさらなる被害の拡大が懸念されるため、しっかりと注視をし、引き続き漁業者を支えるよう、地域の実情に即した柔軟な対応が必要です。赤潮やカルシトンによる水災被害への対応について、総理の見解を求めます。子育て教育支援について伺います。コロナ禍は子どもたちをめぐる環境にもさまざまな影響を及ぼし、 小学校1年生から高校3年生のうち、何らかのストレス反応のあった子どもが7割に上ります。こうした中で昨年は、児童虐待の相談対応件数や不登校、いわゆるネットいじめ、そして子どもの自殺者数がいずれも過去最高を更新し、極めて憂慮すべき事態です。また保護者も精神的な負担や家事・育児の負担、食費、水道、高熱費等の出費が増加したとの指摘もあります。 コロナ禍を克服し、我が国の再生を成し遂げる主役は未来を担う子どもたちです。次世代の人材を育てることは、持続的な経済成長や安定的な社会保障制度の構築など、日本社会の活力と発展にもつながります。公明党はこうした観点から衆議院選挙の公約において、子育て・教育を国家戦略にと訴え、0歳から高校3年生に相当する世代の子どもたち、 1>, 1人当たり10万円相当の未来応援給付をお約束しました。今般の経済対策には、児童を養育している者の年収が超人的な世帯で、960万円以上の世帯を除き、平成15年4月2日から来年3月末までに生まれた子どもたちに対し、1人当たり5万円の現金と、子育てにかかる商品やサービスにできる、利用できる、 子ども1人当たり5万円相当のクーポンを基本とした給付が盛り込まれました。今回の給付はコロナ禍での特例的な支援策ですが、我が国の家族関係社会支出が GDP 比で未だ多いまだ OECD 諸国の平均を下回っている状況を踏まえ、今後さらに子育て・教育を国家戦略に据えて、子育て支援や教育負の負担軽減といった恒久的な支援策の強化へと つなげていくことが重要であります今回の子育て世帯への給付に関し改めてその意義を確認するとともに中期的中長期的に子育て教育に力を入れていくことの決意について総理の答弁を求めます <laughs> 子ども政策については先般政府の有識者会議において報告書が取りまとめられました 公明党は衆議院選挙の公約において、子ども基本法の制定や、子ども政策に関して調査、勧告等を行う機関の設置を掲げましたが、有識者会議の報告書は、公明党の公約とも、きをいつにするものです。来年の通常国会での関連法案の提出に向けて、法制化の作業を着実に進めるとともに、子ども政策の新たな行政組織については、必要十分な予算、人員を確保すべきと考えます。 総理の答弁を求めまますす孤孤独孤立対策についいて伺います新型コロナによる影響のもと、子どもや女性による自殺の増加、DV ・虐待に加え、8050問題、鬱つ、引きこもり、孤独死など、社会的孤立をめぐる問題課題が深刻化しております。人とのつながりが減ったために、社会的に孤立していると見られる人は、 18歳以上の12%に上ると推計されておりますが、コロナ禍でもっと高い数字になる可能性も指摘をされております。本年6月に閣議決定された経済財政運と改革の基本方針2021では、孤独・孤立対策の重点計画を年内に取りまとめ、安定的・継続的に支援すると明記をされております。 重点計画の策定に向けて、現在、政府の有識者会議において検討が進められておりますが、社会的孤立の問題は個人だけの問題ではなく、社会の問題として国を挙げて取り組むという姿勢を明確にし、誰一人孤立させないとの我が国の決意を国内外に広く示すことが重要です。また、安定的継続的な支援を実現するためには、 複数年ににわたりり切れ目なく継続的に取り組むことが不可欠です国を挙げて孤独・孤立対策に取り組む体制を恒久化するとともに、孤独・孤立対策に携わっている NPO や社会福祉法人等の民間団体に対して、単年度主義の弊害を是正して、複数年度にわたって広く支援を行うべきと考えます。今後の孤独・孤立対策について、総理の答弁を求めます。 今回の補正予算案では、防災減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策の2年目として、十分な規模の予算が確保されております。加えて、国庫債務負担行為の柔軟な運用、いわゆる事業加速円滑化国債の設定により、複数年にかけて行われる大規模な事業が円滑に進められるようになりました。これらにより、 我が党が主張してきました5カ年加速化対策に盛り込まれたインフラ老朽化対策をはじめさまざまな取り組みについて着実な実施が図られるものと考えます。5カ年加速化対策の着実な実施とともに当初予算におきましても必要十分な予算の継続的な確保さらには5カ年加速化対策後も見据え防災減災 国土強靭化の推進に向けた総理の決意についてお伺いいたします本格的な冬の到来に際し豪雪地帯対策も重要です昨年12月の中頃から本年1月の上旬にかけて日本海岸を中心に記録的な大雪となり高齢者など雪下ろし等に伴う事故や北陸地方での大規模な交通障害など 大きな被害がありましたまた今年度末で豪雪地帯対策特別措置法の特例措置の期限を迎えることからその延長等の法改正をはじめ様々な課題を抱える今後の豪雪地帯対策のあり方を幅広く検討しなければなりません豪雪地帯対策の推進について斉藤国土交通大臣の答弁を求めます 本年5月に改正された災害対策基本法において、市町村に対し、高齢者や障害者等の個別避難計画の作成が努力義務化されました。現在、市町村では優先度が高いと判断する高齢者や障害者等から、個別避難計画の作成が進められておりますが、行政の事務負担等が課題となっております。そこで、被災者支援システムを活用し、 個別避難計画作成や更新事務の効率化を図ることが求められますさらに同システム内の被災者台帳との連携が可能となれば被災者支援の向上も期待がされますデジタル技術を活用した個別避難計画作成等の推進とその効果について総理の答弁を求めます次に外交政策について伺います 安全保障環境が厳しさを増す中、我が国の平和と繁栄を守り抜くためには、日米同盟のさらなる強化が不可欠です。総理は11月の COP26 での懇談など、バイデン大統領との間で着実に信頼関係を構築されていると評価いたします。首脳間の信頼関係をさらに強固なものとし、地域、世界の諸課題に日米両国で立ち向かうために、早期に訪米をし、 バイデン大統領との首脳会談を実現されることを期待をいたします。中国は我が国にとって最大の貿易相手国であり、また両国間にはさまざまな交流の歴史があります。一方で米中関係の悪化や中国の軍事力増強人権問題への懸念などの課題も山積する中、対話と実務協力を適切な形で進むことが重要です。10月総理と習近平主席との電話会談において。 来年の日中国交正常化50周年を契機に経済国民交流を後押しすることで一致をされました懸念への指摘を含め率直な対話を通じて相互理解を深めることが重要と考えます今後の日米関係特に日米首脳会談に向けた意気込みまた中国との関係について総理の見解を伺います 北朝鮮は弾道ミサイル等の発射を繰り返し、非核化や一国の猶予もない拉致問題解決に向けた動きを全く見せておりません。我が国が共同提案国として名を連ねた北朝鮮人権状況決議が11月、国連総会の人権問題を扱う第三委員会において採択をされました。このことは国際社会から大きな後押しを受けた証しであります。 北朝鮮をめぐる諸問題解決に向けた総理の決意を伺います。先般の衆議院選挙を受けて、10月の在職日数が1日もかかわらず、文書通信交通滞在費が1か月分満額支給されたことについて、国民から見直しの声が高まりました。公明党としましては、今般の見直しの声を受け、衆議院選で当選した新人と元職,元職は同月分を全額、 全職は日割り支給となる55万円を党に拠出をし、党から国民の理解の得られるところに寄付する措置を取ります。国民の声に今後も応えるため、文書通信交通滞在費を現行の月割支給から日割り支給に変更する法改正を、与野党の合意の下で成立をさせ、国民との信頼関係、信頼構築に一層努めていくべきであります。 文書通信交通滞在期について、首都公開などの透明化も重要であり、実現すべきであります。ただし、適切な使途の範囲の明確など、明確化など、検討すべき課題が残されており、引き続き、議員運営委員会などで、政党間の協議をすべるべきと考えます。また、コロナ収束前の間として実施しておりました、国会議員歳費2割削減につきましても、 全衆議院議員の任期満了までとなっており、現在では2割削減が元に戻っている状況であります。コロナ収束がいまだ見えない中、国会議員は引き続き国民に対し、寄り添う姿勢を示すことが重要です。歳費2割削減については、各党の合意のもと、確実に実現すべきと考えます。最後に一言申し上げます。長期にわたるコロナ禍との戦いは、 明るい兆しが見え始めてはいるものの、感染再拡大への懸念から、いまだ先行き不、不透明な状況が続いております。引き続き警戒を怠らず、国民の命と暮らしを守る政策を推し進めていくことが極めて重要です。こうした不透明な時代において、山積する内外の諸課題に真正面から挑戦をし、解決に導くためには、 自民党と公明党の連立与党による安定した政治基盤が不可欠であります私たち公明党はこれからも大衆とともにの理念のもと現場第一主義を貫き一日も早いコロナ禍からの再生と誰もが希望を持ち安心して暮らせる社会の実現を目指し全力で戦うことをお誓いをし私の代表質問を終わりますご清聴ありがとうございました 石井啓一議員にお答えいたします。今後の政権運営と経済対策の狙いについてお尋ねがありました。新型コロナを克服し、新しい時代を切り開くという極めて難しい課題に、国民の皆さんとともに挑んでまいります。その大きな一歩を踏み出すため、コロナ克服、新時代開拓のための経済対策、これを取りまとめました。 総額55.7兆円の大規模な対策によって、新型コロナの次なる感染拡大への備えを固め、コロナ禍で厳しい影響を受けた方々に万全の支援を行うとともに、新しい資本主義を起動し、成長と分配の好循環を生み出していくことで、日本経済を一日も早く回復,回復軌道に戻し、コロナ後の新しい社会を切り開いてまいります。 その上で、重要なことは、スピード感を持って執行し、国民の皆様にお届けしていくことです。現場の声や地方自治体の意見を直接聞き、課題やニーズをきめ細かく把握することで、執行の改善に反映し、盛り込まれた施策が最大限の効果を上げるよう、政府一体となって万全の対応を行ってまいりたいと考えます。さらに 16か月予算の考え方のもと、この補正予算と一体として、令和4年度予算を編成するとともに、来年度税制改正においても、賃上げ税制の抜本強化など、経済対策に盛り込まれた政策を実現してまいります。新たな変異株への対応についてお尋ねがありました。 オミクロン株への対応にあたっては、未知のリスクには慎重の上にも慎重に対応すべきと考え、水際対策において、緊急避難的・予防的措置を講じているところです。具体的には、外国人の入国について、全世界を対象に提出するとともに、帰国者には専門家の意見を踏まえつつ、滞在国、地域のリスクに応じて、 指定施設滞留措置を講じつつ、14日間の待機と健康フォローアップを求めています。また、オミクロン株の陽性が確認された場合には、同乗者全員を濃厚接触者として取り扱い、保健所と連携して定期的な検査や施設待機等の措置を講じています。さらに国内感染対策として 新規感染者数が落ち着いている現状において、すべての国内新規感染者について、変異株 PCR 検査やゲノム解析の実施により、オミクロン株の検査を行うことで、早期探知に全力を尽くしております。引き続き続官官房長官のもにに設置したタススクフォーをを中心に強い危機感を持って 状況の把握に努めるとともに各国地域の感染状況を踏まえ機動的にかつスピード感を持って必要な対応を行ってまいります3回目のワクチン接種と経口薬についてお尋ねがありました新型コロナワクチンの3回目の接種については本年12月1日から始めました自治体と緊密に連携するとともにワクチンの有効性や安全性 にににについてて国民に丁寧に説明ししなながら着実な実施に万全を期してまいりますますた、接種間隔については、2回目の接種から8ヶ月以降を原則としておりましたが、感染防止に万全を期す観点から、既存のワクチンのオミクロン株への効果等を一定程度見極めた上で、優先度に応じ、 追加承認される見込みのモデルナ社のワクチンを活用して、8ヶ月を待たずにできる限り前倒しをいたします。今後の切り札となる経口薬については、年内の実用化を目指すとともに、薬事承認が行われれば、まず年内に約20万回分、年度内にさらに40万回分を医療現場にお届けいたします。 さらにこの冬をはじめ、中期的な感染拡大にも対応できるよう、追加で約100万回分、合計でこれまでに約160万回分を確保しております。引き続き、経口薬を必要とする方々が適切に使用できるよう、経口薬の開発確保と、投与体制の整備、進めてまいります。保健所と医療機関等の連携についてお尋ねがありました。 この夏の感染拡大の場面においては、保健所の業務が逼迫し、自宅、宿泊療養者への健康観察や診療が十分に行えなくなる事態が発生をいたしました。このため、今後もこうした感染拡大が中長期的に繰り返される可能性があることも想定し、全国で延べ約3万4千の医療機関と連携をし、 オンライン診療、往診、訪問看護等を実施する体制を構築したところです。これらの取り組みにより、すべての自宅、宿泊療養者について、陽性判明当日ないし翌日に連絡を取り、健康観察や診療を実施することができる体制を構築しております。困窮学生や家計急変世帯に対する 給付金支援についてお尋ねがありました今般実施する学生等の学びを支援するための10万円の緊急給付金については、学生の経済状況を最も身近な場で把握している大学等が、給支給の可否を総合的に判断することとしております。その際、例えば自宅生であったり、家庭から一定の仕送りがある場合でも、 大学等が就学の継続が困難になっていると判断した場合には給付金を支給することとしており大学等に周知をしてまいりますまた住民税・非課税世帯に対する十万円の臨時特別給付金についても新型コロナの影響を受けて家計が急変し住民税・非課税世帯と同様の事情にあると認められる場合には 支給を行うこととしております経済対策の執行に当たっては新型コロナでお困りの方に寄り添いながら適時適切にこうした支援が行き届くようしっかりと対応してまいります事業復活支援金についてお尋ねがありました事業復活支援金の申請手続きについてはこれまでと同様に電子申請とした上で過去の給付金の申請情報を 活用することで簡易な申請を可能とするなどできる限り申請手続きを簡素化してまいりますまた持続化給付金などのこれまでの給付金制度の経験を踏まえて多数の申請にも対応できるよう審査人員やシステム処理能力を増強するなど十分な審査体制を構築することで事業者の皆様に迅速に 支援金をお届けすることができるよう準備を進めてまいります半導体や蓄電池の開発支援についてお尋ねがありました半導体と蓄電池はデジタル化や脱炭素化経済安全保障の確保を支えるキーテクノロジーでありこれらに係る技術的優位性の確保と安定供給体制の構築は我が国にとって喫緊の課題です このため、半導体と蓄電池の製造拠点整備や次世代技術開発を支援し、官民合わせて1兆5000億円を超える大胆な投資を行うよう、今回の補正予算案で必要な予算額を計上させていただいております。新たなマイナポイントについてお尋ねがありました。ご指摘のご懸念については、 新たなマイナポイント制度は、すでに健康保険証利用登録済みの方,にも、えー、方も対象とするほか、公金受取口座を登録しても、国に所得情報が把握されるということはありません。新制度が国民の皆様に正確に理解いただけるよう、丁寧な周知や広報に取り組んでまいります。 また、マイナンバーカードがあ、マイナンバーカードを新規に取得した方等に対する最大5000円相当のマイナポイントの付与は、来年1月1日から開始することとし、その方針を自治体に速やかにお伝えします。カードの健康保険証利用や公金受取口座の登録に伴う、各7500円相当のポイント付与についても、 システム改修等の調整をを行いいできるだけ早期に開始をいたします新たなマイナポイントをきっかけとして、国民の皆様にキャッシュレス決済の利便性や、カードの健康,保険健康保険証利用のメリットを実感していただくとともに、マイナンバーカードの利便性をさらに向上させ、デジタル社会の実現に向けた取り組みを加速させていきたいと考えます。 地方のデジタル化に対する財政支援についてお尋ねがありましたデジタル田園都市国家構想はデジタル技術の活用によって地域の個性を生かしながら地方を活性化し持続可能な経済社会を実現するものです新型コロナを契機とした地方への関心の高まりやテレワークの拡大 デジタル化といった変化を後押しして、地方へ大きな人の流れを生み出し、活力ある地方づくりを進めてまいります。このため、海底ケーブルを、海底ケーブルで日本を周回するデジタル田園都市スーパーハイウェイなど、時代を先取るデジタル基盤を公共インフラとして整備をいたします。その上で、設備の整備だけでなく、 今回の経済対策で新しく新設するデジタル田園都市国家構想推進交付金などにより、サテライトオフィスの運営や、地方に進出する企業による地域活性化に向けた事業を支援することを通じ、地方におけるテレワークをさらに推進し、転職なき移住の実現に向けた環境整備を進めてまいります。 合わせて地方公共団体に寄り添って、自治体情報システムの標準化、共通化、マイナンバーカードの普及、デジタル推進委員の全国展開、これを推進してまいります。こうしたデジタル化に向けた総合的な支援により、地域が抱える人口減少、高齢化、産業空洞化などの課題を、デジタルの力を活用することによって解決し、 地方から国全体へボトムアップの成長を実現してまいります赤潮や軽石等による水産被害への対応についてお尋ねがありました北海道での赤潮発生による鮭等への被害や鹿児島県沖縄県等への軽石の漂流漂着による創業自粛漁船の故障などの被害に対しては 漁業共済の,の,の対象外であるウニの赤潮被害についてもウニ殻の除去等の漁場環境の回復の取り組みを支援し経営継続を支援していくこととしこれに伴う地方自治体が負担する経費について 特別交付金措置を講じてままいります赤潮の発生原因の究明や、漁港等における軽石の回収処理への支援を行いつつ、現場の状況を丁寧に把握し、被害への対応に全力で取り組んでまいります。子育て世帯への給付、および子育て教育支援についてお尋ねがありました。子育て世帯への給付は 新型コロナが長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を開く観点から、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行うこととしたものです。これににより迅速かつ効果的子子子ども子育て支援を推進し少子化の克服と 子をを産み育ててやすい社会の実現を目指してまいりますますた子育て、教育支援については、これまでも安定財源を確保しつつ、ライフステージに応じたさまざまな支援を充実してさせてきたところです。さらに、子どもを中心の行政を確立するための新しい行政組織を設置し、妊娠、出産、子育てしやすい環境整備や、 えー、子育て教育に係る経済的負担の軽減など子どもをめぐる様々な問題に適切に対処するため安定財源の確保を図りつつ必要な子育てや教育の支援促進してまいります、えー、子ども政策についてお尋ねがありました、えー、子どもをめぐる様々な課題に適切に対処対応するため、えー、子ども目線に立って 縦割りを子ども政策の基本理念や目指すべき方向性を実現していくための新しい行政組織の設立に向け、年末までに基本方針を決定し、来年の通常国会に法案を提出する方向で検討を進めているところです。新しい行政組織の設立にあたっては、子ども政策を強力に進めるために必要な安定財源の 確保についても国民各層の理解を得ながら社会全体での負担のあり方を含め幅広く検討を進めてまいりますまた定員については新規の政策課題への対応司令塔機能や政策立案機能の強化に必要な人員を配置するため移管する定員を上回る体制を目指してまいります 孤独孤立対策についてお尋ねがありました新型コロナの影響により孤独孤立の問題が一層より一層深刻な社会問題になっています孤独,孤,独孤立に悩む人を誰一人取り残さない社会を目指し国全体で取り組んでいく必要があります今回の補正予算において孤独孤立対策に取り組む NPO 等への支援をさらに、充実いたたししましたさらに年内に重点計画を取りまとめ、これに沿って、単年度主義の弊害を排して、政府一体となって安定的、継続的に支援をしてまいります。防災・減災、国土強靭化の推進についてお尋ねがありました。災害から国民の生命、財産、暮らしを守ることは、政府の大切な使命であり、 強靭な国土づくりを進めるため防災減災国土強靭化の取り組みを強化していくことが必要ですこのため16ヶ月予算の考え方に基づき今回の補正予算案に計上した5カ年加速化対策を速やかに実施するとともに当初予算において必要十分な予算を継続的に確保してまいります 防災・減災・国土強靭化は国家100年の体系として中長期的かつ明確な見通しのもと計画的に進めることが必要であり5か年加速化対策後も見据え引き続き取り組みを強化してまいります個別避難計画作成時等におけるデジタル技術の活用推進とその効果についてお尋ねがありました政府においては 災害時の被災者支援に必要な情報を一元的に統合しクラウド化した被災者支援システムの開発を進めており令和4年度から運用を開始する予定にしております市町村においては本年5月に改正された災害対策基本法に基づき高齢者や障害者等の個別避難計画の作成 個別避難計画の作成を進めていただいているところ、こうしたシステムの活用により、計画作成の効率化や省力化を図ることが可能になると考えております。また、システム内の被災者台帳と連携することなどによって、被災者の被害状況、支援状況、配慮事項等の横断的な 把握が容易となりニーズに沿った支援を行うことも容易になると考えております今後の日米関係さらに日米首脳会談に向けた意気込みまた中国との関係についてお尋ねがありましたバイデン大統領とは10月に電話会談を行い11月の COP26 の際にも懇談を行いましたできるだけ早期に訪米してバイデン大統領と会談し これまでに培った信頼関係を基礎に、インド太平洋地域、国際社会の平和と繁栄の基盤である日米同盟の抑止力、対処力一層強化してまいります。中国との関係については、総理就任後、早速習近平主席と電話会談を行いました。引き続き中国には、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、 共通の課題には協力し、建設的かつ安定的な関係の構築を目指してまいります。北朝鮮についてお尋ねがありました。北朝鮮による拉致問題、核・ミサイル開発は断じて容認はできません。日朝平壌宣言に基づき、拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な去を清算し、日朝国交正常化、 の実現を目指してままいります拉致問題は最重要課題です。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、米国、バイデン政権をはじめとした関係国と緊密に連携してきており、米韓とも時間給あるいは局長給の協議を重ねております。私自身金正恩委員長と直接向き合うべく あらゆるチャンスを逃さず全力で取り組んでまいります残余の質問につきましては関係大臣から答弁をさせます石井啓一議員から豪雪地帯対策の推進についてお尋ねがありましたご指摘の通り昨年度は記録的な大雪に見舞われ雪害による死者数は110人に上っており 改めて豪雪対策の重要性を認識したところです。このことから、令和3年度補正予算案においては、除雪・排雪作業中の死傷事故防止に向けた新たな交付金の創設や、地方整備局を通じた生活道路除雪への支援を盛り組んだところでございます。国土交通省としましまては 今年度末に特例措置の期限を迎える、豪雪地帯対策特別措置法の改正への対応も含め、総合的な豪雪地帯対策の推進に、関係省庁とも連携しながら、全力で取り組んでまいります。